皆さん方こんにちは。ご紹介いただきました藤田でございます。私は医学界では変な男として有名です。サナダムシをお腹の中に飼って、きよみちゃんと名付けてるような変な男であります。そんな変な男を第4回グローバルヘルス、メンタルヘルスのセミナーの講師に呼んでいただきました。品川先生、谷川さんはじめ関係の方々にまず御礼申し上げます。私はノーベル賞をもらわれた山中教授と経歴は途中までは全く同じです。途中までは私柔道になんです。山中教授も柔道になん、山中教授マラソンの選手、私もマラソンの選手、二人とも整形外科の医者になりました。同じでしょ。もう一つ同じところがあります。二人とも手術が大変痛くそうでした。ちょっと京都大学で山中教授の悪くというのはちょっと大変ですけども、まあ、聞いていないと思いますから言いますけども、山中教授は私より手術が下手で、30分の手術が3時間かかって、山中教授とやる、私も手術が下手で二人とも整形外科の医者を辞めます。同じでしょ。ここまで同じだったんですけど、ここからが違っちゃいました。山中教授は細胞培養を研究してノーベル賞もらえた。私は海中なんかを研究しちゃったもんですから、コメディアンみたいになったわけですけども、コメディアンの研究生活50年もやってると素晴らしい結果が得られました。今日は幸せな脳は腸が作るという話をさせていただきたいと思います。私が整形外科の医者からバイキン学の医者に移ったきっかけは、大学のトイレで熱帯病の調査団の団長先生と会ったのが運のつきなんです。笑ってほしかったんですけど、トイレで会ったのが運のつき。お前柔道部だろう、柔道部から熱帯病の調査団の荷物持ちを探せとトイレで言われたんです。私トイレで言われると全て忘れるタイプですから、忘れておりまして、責任取って熱帯病の調査団の荷物持ちをしました。整形外科の医者になってんですよ。今更荷物持ちなんか嫌だったんですけど、皆さん方は知っておられるように大学は恐ろしいところなんですよ。教授の言うことを聞かないとひどい目に遭いますから、私はいやいやながら荷物持ちをしました。そうしましたら団長先生、私を見てて、藤田はとっても不器用で将来整形外科の医者にはなれない、海中の研究がいいだろうということで海中の研究に移ってしまいました。今しまったなと思いますよ。皆さん方の周辺で流行っている整形外科のお医者さん、結構不器用でも流行ってますから、しまったなと思うんですけど、遅いわけで海中とかウイルス、バイキン学で医学科生になりました。ところがバイキン学の医学科生、どこの病院も雇ってくれないんですよ。私は熱帯病を専門にしました。50年前、日本はインドネシアとかフィリピンとか発展途上国にいっぱい出ていろんな病気にかかった。でもそれを治す医者が日本にいなかったんです。私は日本で唯一熱帯病の分かる医者ですよと言いましたら、三井物産、三菱商事、日商ゆえが藤田を雇いたいときました。私はその中で一番給料の高い三井物産を選びました。私が最初に給料をいただいたのは三井物産の木材部の嘱託です。インドネシアのカリマン担当に6ヶ月おりました。そこで子どもたちを見てると、うんちが流れている川で遊んでいる子どもたちがアトピー、喘息、花粉症が全くなかったんです。なぜうんちが流れている川で遊んでいる子どもたちがアトピー、喘息ないんだろうかっていうのが、今日まで の私の研究の続いてきたわけです。で、今日は腸は第二の脳であって、そして幸せな脳は腸が作るというお話をさせていただきますけれども、私もう腸の研究をやって40年以上経ちます。で、研究してるとですね、腸が良ければがんにもならない、うつにもアトピーにもならない、そればかりかうつとか自閉症も治るということが分かってきたんです。でもそれを言ってもですね、誰も信用してもらえませんでした。私の人柄のせいだと思いますけれども。でも、2年前に NHK スペシャルで腸を良くするとがん、糖尿病、肥満、老化、何でも効くということが報道されました。それでやっと私もこうやって認められて、
今日のグローバルメンタルヘルスのセミナーに呼んでいただいたわけです。品川先生ありがとうございましたで、なぜかというお話からしようと思うんですね。腸内環境を整えればがん、アトピーばかりじゃなくてうつ、脳梗塞、自閉症、認知症、多くの病気が治る。なぜかというお話をさせていただこうと思うんです。でその話の初っ端はアレルギーの話からしようと思うんですね。で皆さん方誰でも知ってますね。花粉症、アトピー、喘息。でも私にとっては奇妙な病気です。なぜかというと、私が小学生の時になかった病気です。スギ花粉症の日本第一例は1963年です。第一例、日光市の患者さんでした。でも昔から日光にはスギ花粉が飛んでたんです。なぜスギ花粉が飛んでてもアレルギーにならなかったかという話をしようと思うんですね。これは私が50年前インドネシアのカリマンタン島に行って子どもたちを診察してたわけですけども、うんちが流れてるところで子どもたちは遊んでるんですね。しかり言いましたよ、君たちはなんと野蛮だ、うんちが流れてる顔でよく遊びよ、だからお前たちは病気になるんだと言ったんですけど、私ここに50年同じところに通ってますよ。彼おじいちゃんになってます。彼女おばあちゃんになってる。お前たちはこんな汚いところで遊ぶから病気になるんだと言ったんですけど、日本の子供たちよりずっと元気に育ちました。見てください、彼の肌黒光りですよ。触るととっても気持ちいい。特に若い女の子の肌、一度触るとやみつきになります。皆さん方も触ってほしい。アトピー、喘息、花粉症が全くないんです。なぜうんちがなかったり川で遊んでる子どもたちがアトピー、喘息ないんだろうかというのが私の生涯の研究テーマになりました。でもね、なかなかここにはね研究員がいてくれないんです。どういうところかといいますとね、トイレがこの掘ったて小屋がこの 川岸に立っておりましてね、そこでトイレ しに行くんですけど、トイレしようとするとね、魚が寄ってきてね飛び上がってお尻舐めるようなところですからね誰も言ってくれない。でも一番騙しやすいのが柔道部員ですよ。大学で一番騙しやすいのは柔道部員です。で、このスライドは私が東京の順天堂大学にいた時の写真です。順天堂大学の柔道部の部長をしておりまして、衛生学の助教師で柔道部員を騙して連れて行ったという写真ですね。でこの写真を使っていろんな大学で講義してるんですけども、この間慶応大学でこのスライドを使って講義始めたんですね。柔道部には単純でこいつも騙して連れてきたんだよと言いましたら、一番前に座ってる学生が手を挙げて、これ僕のお父ちゃんですって言いました。あんまり人の悪口言えないなと思ったんですけど、もう50年前の写真ですからね。息子さんが慶応の医学部に入ったんですけども、柔道部には騙して連れてくとうんちが流れてる川で遊んでますから全員が海中という寄生虫にかかった。ところが血圧が上がったら正常者が日本人より多い、コレステロールの値も正常者が多い。でここにおられる方は私よりはるかに若い方ばっかりです。ですから海中なんか見たことないと思うんですね。そういう方は海中に全員かかってるととても野蛮な民族と思われるかもわかりませんけど、私は思いません。なぜかというと、私が小学生の時全員海中かかってました。私の出身地は三重県です。三重県滝郡明星村大和田上野明星村立明星小学校、めちゃくちゃ田舎の小学生でした。その頃全員海中にかかってましたよ。私 NHK のようこそ先輩に出まして明星小学校の6年生を教えに行ったんですね。その時初めて明星小学校の同窓会やりました。50年ぶりにやったんですよ。みんな農家のおっちゃんでしたけどね、久しぶりに会ってもね、50年前の明星村の思い出話誰もしないんですよ。全員がしたのが月1回あった海中の口中霊の話ばっかり海人装置の苦いのを飲まされて2時間頃にこう出てくるんだけど、それ引っ張り出したらお前のより20センチ長かったとか3匹多かったとか、そういう話だった。その頃私たちは遊び道具がありませんから杉鉄砲を打つんです。竹筒に杉の実を入れてパチンと打つんです。その杉の実を取ってくるのは杉の花粉で真っ黄色になって取ってきたんです。
でも花粉症一人もいませんでした。私はその頃から女の子にモテようと思いましたから、杉の花粉をいっぱい袋に取ってきて、女の子の髪にかけて金髪にしてやったよとおっしゃった。でも花粉症になってない。私は三重県滝郡明星村の経験とインドネシアのカリマンタン島の経験から海中が荒れるように抑えるだろうと思ったんです。でこれは陰の心臓でして、ここにいるのは陰のフィラリアという寄生虫です。もう京都の犬はいませんけど、30年前の東京の野犬は大抵持ってました。当時私は順天堂大学でおりました。順天堂大学の心臓外科の先生方は野犬の心臓を使って実験してましたから、この虫いらないはずですね。私この虫をもらって、こっからアレルギーを抑える虫を取り出そうですよ。でも大変でした。順天堂大学の心臓外科の先生方、大変ケチでした。いらないのにタダでくれないんですよ。だから私貧乏しておりましたけど、お菓子屋に行ってお菓子を買ってきてチャチャと見せた。そしたらやってくれたんです。お菓子を見せて、この虫をもらって嬉しそうに帰りますと、私のことをおかしなやつだと。今日皆さん方にね、笑ってもらおうと思ってずっと東京からバザル考えてたんですよ。困ったのはね、京都駅が降りてからね、バスに乗って考えてるうちに正門前に通り過ぎてたんですよ。で皆さん方の、体の中にはね、毎日1万個のがん細胞が出てくるんですよ。それやっつけるのが NK 細胞、ナチュラルキラー細胞。これ笑ったら出てくるんですよ。で面白くなくても無理して笑う顔をすると、脳が間違って NK 細胞を出すんですよ。ですからいろいろ考えてきますから、東京からずっと考えてきますから、面白くなくても無理して笑ってほしいと思います。お菓子をもらって、この虫を洗って干してハサミで切ってって実験始めたんです。でも大変でした。誰も手伝ってくれないです。若い研究員が来ましたから、君この中にアレルギーを抑える物質があるから一緒に研究しようよって言っても、藤田先生、こんな虫の中にアレルギーを抑える物質なんかありませんよ。誰も手伝ってくれない。私助教授をしてたんですけど、教授の先生も、藤田、こんなつまらない研究はやめろと、もっと高度な医学的な研究しろって言うんです。でも私は三重県滝郡明星村の経験とインドネシアのカリマンタン島の経験から、絶対この中にアレルギーを抑える物質があると思いましたから、教授の帰りのじっと待ってました。医学部は大変封建的な学部なんですよ。教授がやっちゃいけない実験はできないんですよ。でも教授がいなくなればできると思って教授の帰りを待ってたんですけど、掃除の教授グズグズしてなかなか帰らないんですよ。夜遅くまでいるんですよ。深夜近くになったら帰るでしょ。帰ったらそれからですよ、この虫を洗って干してハサミで切ってっていう実験続けたんです。つらかったですよ。夜の順天堂大学の実験室怖いんですよ。その怖い実験室で真夜中たった一人でこの虫をこう私医者の免許証を持ってたんですけど、アルバイトはしませんでした。順天堂大学の給料は安いんですよ。そして運の悪いことに子供が3人も生まれてしまいました。家にはだんだん食べるものがなくなってまいりました。女房が困ったらしくて実家に電話したようですよ。とうとううちには食べるものがなくなった、なんとかして。実家から送ってきたのがそうめんでした。朝から晩までこうやって疲れて帰ったらそうめんしかない。もう品川先生怒ってますね。大事なグローバルメンタルヘルスの講師に漫才師呼んだんじゃないって顔されてますけど、これ皆さん方に笑ってもらおうと思って考えたネタなんですけど、後ろの方全然笑わない人がいっぱいいましたけど、無理してでも笑ってほしかったんです。こっからアレルギーを抑える物質を見つけました。分子量2万の、それが寄生虫の分泌排泄管、寄生虫のうんちとおしっこの中に分子量2万のタンパク質があって、それが人の体に入るとアレルギーが抑えられると分かったんです。どうして抑えているかです。免疫反応はこの3つの細胞でなされています。マクロファージと T リンパ球のヘルプス2ナンバー2という細胞と B リンパ球、杉の花粉が体の中に入ってきますと、マクロファージという細胞が出てきて杉の花粉を食べてしまう。その情報が NHC クラス2と TCR で B 細胞にされます。
もう一つは CD40 を通って食べた花粉の情報が B 細胞に伝わって、 B 細胞は花粉に対する抗体を作ります。だから B 細胞は抗体産生細胞と言います。マクロファージは食細胞と言います。ですから春先スギ花粉が飛んできたら、皆さん方のマクロファージはスギ花粉を食べて、その情報を皆さん方の B 細胞に伝わって、皆さん方の B 細胞はスギ花粉に対する IgE 抗体を作っている。でも抗体だけでは何の悪さしません。スギ花粉と反応すると花粉症になるんです。ですからスギ花粉症はスギ花粉が飛んでくる春先に起こるわけです。で、日本人の3人に1人ぐらいはスギ花粉症になりますけど、私はなりません。なぜかというと、私のお腹の中にはサナダムシがいます。きよみちゃんと名付けておりまして、今12メーターになってます。きよみちゃんは私のお腹の中にうんちおしっこをばらまく。きよみちゃんのうんちの中の2万のタンパク質が私の CD40 のところにパチンと入っちゃうんです。そうすると私はスギ花粉を吸ってもその情報がブロックされて、私の B 細胞はスギ花粉に対する IgE を作らない。だからアレルギーにならないわけです。私はきよみちゃんのうんちの中の2万の物質を DIED と名付けました。これが私の CD40 の中に入りますから、私はスギ花粉を吸ってもその情報が B 細胞に伝わらなくて、私の B 細胞はスギ花粉に対する IgE を作らない。だから花粉症にならない。お腹の中に海中とかサナダムシを飼っているとアレルギーにならないということが学問的にもはっきりしたわけです。このデータを私サイエンスに載せました。ですから私の研究はアメリカとかヨーロッパでは有名になりました。 BBC 放送も取材に来て、ニューヨークタイムズも取材に来たんです。ところが日本の医学界で発表したんです。全く無視されました。虫を研究してましたから無視されては仕方がなかったからです。やっと叩いてくれました。無視ならいいですよ。変な噂が医学部から出てきたんです。藤田ちゃんの頭おかしいんじゃないの、いい年してサナダムシをお腹の中に飼ってキヨミちゃんと名付けてる、あいつは変だよという噂が日本国中に広まりました。私は医学部の教授を辞めようと思いました。そしてコメディアンになろうと思ったんですね。コメディアンになろうと思ってますからね、超面白いメディカルエッセイですよ。科学出版社受賞です。これで元気になりました。今日品川先生に読んでいただいたのはやっぱりこの本のおかげだったんです。ですからいい本書きましたから、ちょっと元気になってもっといい研究しようと思ったんですね。それは一度アトピーとか喘息になるとなかなか治らない。アレルギー反応というのは肥満細胞が破れた状態です。肥満細胞、太った細胞、ヒスタミンとかセロトニンがお腹パンパンに詰まってる。これが粘膜至る所にあるんですね。鼻の粘膜の肥満細胞が破れてヒスタミン、セロトニンが出るとくしゃみ、鼻水、鼻詰まり、花粉症が起こります。気管支の肥満細胞が破れてヒスタミン、セロトニンが出ると気管支が異常に収縮して喘息になります。皮下の肥満細胞が破れてヒスタミン、セロトニンが出ると皮膚が赤くなって痒くなってアトピーになる。だからアレルギー反応っていうのは肥満細胞が破れた状態です。一度アトピーになると皮下の肥満細胞が破れ続けます。それを治す薬は出てきたヒスタミンを中和する抗ヒスタミンですから、だから一旦花粉症になったら治らない、アトピーになっても治らない、治りにくい、症状を抑えられるんですよ。ところが私が寄生虫から分離した2万の物質を注射すると肥満細胞が破れなくするってなりました。アトピー喘息一発で治す薬、こんな薬は世界にありませんから、私は薬を作ろうと思ったんです。これは2万の物質の遺伝子です。遺伝子を組みますと皆さん方知っておられるように遺伝子組み換えて大腸菌の中に入れると大腸菌はこれと同じものを作る。もう寄生虫を洗って干してハサミで切ってなんてしなくていいわけです。ですから私はアトピー、喘息、花粉症を一発で治す薬をいっぱい手に入れた。そこで実験しましたよ。ネズミをアトピーにしました。ネズミをアトピーにする方法、簡単ですよ。ストレスを与え続けたらいいんです。しかも、食べるときにやらないです。免疫の 70% は食べることを関係していますから、食べるときに嫌なことをすると、免疫がぐっと落ちてアトピーになりますよ。
私はネズミが餌を食べようとすると決まって尾っぽに電流を流すいやらしい方法がある。餌を食べるとするとビビビッと尾っぽに電流が一ヶ月やりました。やめてください。この結果を見てね、ストレスはいけないなと思いましたね。それから食べる時も注意しなくてはいけないなと思いました。私この年になりますとね、地位とか名誉はいりませんよ。お金はちょっと欲しいんですけども、いつまでも元気にいたい。だから嫌な人とは食べないと決めました。ですから女房とは食事しないと。まだ後ろの方笑いませんね今日は。笑ってもらおうと思って言ったんですけども、余分なこと言いますけどね、品川先生からもねお昼誘われたんですけど、お断りしました。いらんこと言いました、ね、皆さん方ね、あの痩せたり太ったりするのはね、食品中のカロリーだと思っておられると思いますね。カロリーほとんど関係ないです。あの嫌な人と食べてると太ってきますよ。だから太った人誰と食べてるか考えていただきます。私たちの脂肪細胞は褐色脂肪細胞と白色脂肪細胞って2種類あるんです。白色脂肪細胞というのはね、食べたものをお腹の中で取っとく細胞です。褐色脂肪細胞ってのは食べたものを有効に使っちゃう細胞。なぜ白色脂肪細胞があるかというと、我々人類は飢餓の時代を過ごします。飢餓の時代というのは今日食べたらいつ食べられるか分かんない時代。それは今食べたものを体の中へ取っといて徐々に使っちゃう。それは白色脂肪細胞が活発化するんです。でも今はね、白色脂肪細胞なんかいりませんよね。今日食べられて明日食べられないじゃないですから。でも嫌な人と食べてると、あのなぜか白色脂肪細胞が活発化して太ってくるんです。太ってくると腸内細菌はデブ菌っていうのが優勢なんです。デブ菌はね、ちょっと食べても太ってくるんですよ。だからアメリカなんかはね、肥満が大問題になって、もう肥満を治す方法はありませんよ。で、いい方法が見つかったんですよ。痩せた人のうんちを食べてもらう。まあ、直接食べませんよ。チューブに入れて入れるんですけど、痩せた人の便の中には痩せ菌っていうのがあって、だんだん痩せ菌が優位になってくると、あの少々食べても痩せないということなんですね。ですから、あんまりこう、あの食品中のカロリーよりもどういう人と食べているかとかね、ストレスがあるかないかとかね、そういうことが大きな要因だということが分かってたんですね。私は TPIC という医療総合会社の社外取締役やってます。 TPIC というのは日本の優秀な医師団をネットワークで囲む会、兄弟の先生方もいっぱい協力していただいてますけど、その医療団のトップが日野原先生です。あの先日お亡くなり、105歳でね。日野原先生はね、つい最近までね、私と一緒にお話してたんですよ。日野原先生は週2回ステーキ食べてるんですよ。しかも可愛い女の子と六本木のレストランに行ってるんですよ。で、私もね、日野原先生と仲良くさせてもらいましたから、あのこの間お願いしたんですよ。私もたまには六本木に連れてってくださいって言ったら、ダメだとおっしゃる。お前と行くと免疫落ちるからです。じゃあなぜ可愛い女の子と素敵な六本木のレストランに行くかというと、可愛い女の子と素敵なレストランに行くと絶対白色脂肪細胞しか刺激しないから、食べたものを有効に使われちゃう。いい話聞きましたよ。私、ね、狙ってる女性2人いるんですよ。その2人に俺と六本木行かないかって言ったら断られましたけど、いらんことばっかり言ってますけど、このネズミですよ。私が寄生虫から分離した2万のミスをたった1回注射。見てください、このネズミ。って言ってくれたから嬉しいですけど、これ世界的な発見の一瞬ですからね、黙ってもらって困るんですよこれ。でもじゃね、あのダメなんですよね。わーって言ってもらって、今日はね、このスライドが出てもね、驚いてもらえないと思いました。皆さん方ね、いい会に所属されてますからね、みんないい顔されてますよ。特別な美人はいませんけど、まあいい顔で。だから周辺にストレスを与えてない。だからアトピーがいない。
だからこんなスライドが出てもね、誰も驚かないなと思ったらやっぱり驚きませんでしたね。普通の、あの講演会ではね、このスライドが出た途端会場割れんばかりの拍手が起こるんですけど、今日は怒らないかと思ったらやっぱり怒りませんでした。でもやり直すと怒るかも分かりません。あと今ネズミに遺伝子組み換えで作った薬をたった1回注射しました。その結果こんなに綺麗になりました。こんな感じで、ありがとうございます。もう何でも欲しがるタイプですから、よろしくお願いしますけど、整形外科の医者からね、バイ金額に移ってからね、散々ですよ。お金は全然入ってこないでしょ。女の子は全部逃げちゃうんですよ。私、整形外科の医者やってる時は、恋人が2人いたんですよ。適当にね、付き合ってたんですけどね。その2人に、整形外科の医者を辞めて、バイ金額に移るよって言われたらね、言ったらですね、逃げられました。それから女の子は一人も寄ってこないんですよ。年頃になりましたからね、私結婚したいから見合いは10回やりました。見合いの調書を10通書きましたよ。職業欄に医者と書いた、趣味の欄に懐中と書いたら誰も来ない。お金も入ってこない、女の子は寄ってこない。もう整形外科の医者に戻ろうかと思ったんですけど、この保険すごいでしょ、大金持ちになると。ひょっとしたら山中教授より先にノーベル賞をもらえるかなと思いました。ノーベル賞をもらうためにちょっと人格変えておかなくちゃと思ったんですけど、この薬ダメでした。アトピー喘息一発で治したんですけど、免疫のバランスを失ってがんになりやすい体質になってきた。免疫は実は TH1 と TH2 と2つの抗がん剤。TH1 は1日1万個出てるがん細胞を見つけてやっつける系。TH2 はアレルギーを抑える系。なぜ1日1万個のがん細胞が出てるか。申しますと、皆さん方の体細胞は37兆個です。その 2% が毎日変わってます。その時にミスコピーを起こすのは3000個。これみんながん細胞です。ですから皆さん方は1日最低3000個のがん細胞を出して、でも今1万個らしいです。それは私たち作った文明社会が活性酸素を出しているからです。私ここに来るときは地下鉄 JR みんな IC カードを入れました。市バスも IC カードを入れました。あれ IC カードは便利だけど、あれで改札口を通ると電磁波がわっと出て、私たちの体の中には活性酸素、活性酸素は細胞をがん化します。電子レンジを使わないと食べられない。あれでも活性酸素がある。そうすると、それが細胞をがん化します。添加物入った食品ばっかり食べても、お腹の中で活性酸素。ですから皆さん方は活性酸素だらけの世の中に住んでおられるわけです。それが癌を作ってるから、今1万個の癌細胞。でも TH1 がちゃんとしてればみんなやっつけるんです。NK 細胞、キラー T 細胞。TH1 を大きくする条件は腸内細菌が 70%、 心が 30% ですから、腸内細菌の餌である野菜豆類、穀類、発酵食品にとって添加物入ったものはあんまり食べない。そして笑って生きがいのある生活をしていると TH1 が大きいです。だから一番こう出てるがん細胞をやっつけるわけですね。ストレスばっかり受けてる人ががんになりやすいのは TH1 が小さくなるんです。食品添加物が入ったものばっかり食べてもがんになりやすいのは TH1 が小さくなるんです。私の家系は代々医者の家系です。私の家系からがんになった人間はいないんですけど、弟はがんになって死んでしまいました。私の家系のもう一つの特徴は奥さんとうまくいかない家系です。私も危ないんですけど、弟は別れてしまいました。妹も別れてしまいました。私のいとこ連中はほとんど離婚経験者です。もうこれ家計だからしょうがないですね。私の弟は静岡市民病院の整形外科の部長してます。離婚してもですね、食べられますね。今チンする食べ物がある、24時間空いてるコンビニがある。でもそんなことしてると TH1 が小さくなって1万個出てるがん細胞を見逃すんですよ。弟の性格見てると確かに手術で忙しい、帰ったらチンする食べ物を食べてる、お腹空いたらカップヌードル食べてる、
ちょっと時間があったら一人酒飲んでぐずぐず言ってる。お前の生活見てると心も腸内細菌も小さくなって出てくるがん細胞を見逃すやつががんになって死んでしまったわけです。今統計取ると面白いですよ。男性が40過ぎに離婚するとひどくがんになります。離婚しない人と寿命が10年違います。女性は離婚しようが何しようが全く変わりません。女性は DHA が小さくならない生き物ですよ。大体離婚してかわいそうなのは常に男の方ですよ。別れた男性大したことないのに、別れた女性大した女性でもないのに一番の方とぐずぐず言ってるんですよ。ところが女性はですね、確かに別れた瞬間は寂しそうな顔してるけど2週間で終わりですからね。大体女性は THA が小さくならない。だから寿命が10年ぐらい違うんだと思いますけど、 TH1 はがんを抑える系、 TH2 はアレルギーを抑える系、これがちょうど小さな。そこへ私が遺伝子組み換えで作った薬を注射しますとこんなになったんです。 TH2 が大きくなってアトピー喘息一発治したんですけど、免疫のバランスを失って TH1 が小さくなって出てくるがん細胞を見逃したという、皆さん方はお気づきになったと思います。こんなに医学が発達して、病院も立派になって、病気の数減るはずですね。でも病気の数は増えてます。患者さんの数は増えてる。死にはしないとなりましたけど、病気の数と患者さんの数が増えてる。それは、がんとかアレルギーとかうつのようなバランスの病気は薬では治せないと。自然治癒力です。私たちこの地球上に40億年生きてる。ワクチンもない、抗生物もない時に生きてきたのは自然の中でもらってきた力です。それを私たちが作った文明社会は落とすように落とすように誘導してる。私はサナラムシのキヨミちゃんも自然治癒力だと思うんですよ。これ見てください、キヨミちゃんですけど。キヨミちゃん元気のいい時1日20センチもあります。卵1日200万個も。だからキヨミちゃんは私が美味しいものを食べて元気にしてほしいはずです。ステーキなんか大好きですからね、食べてもらいたいと言ってる思ってるんですよ。ですから品川先生、この講演が終わったら私にステーキを送ってくれると思います。去年も東大で言ったんですけど逃げられましたから、今日こそは送ってくれると思いますけどね。こうおっしゃってますね。藤田先生の講演は1年経っても相変わらず品が悪かった、でも結構面白かった、美味しいステーキ屋が京都駅の前にあるからどうぞとおっしゃる。その時私が喘息になった。せっかくステーキをおごってやろうと品川先生おっしゃってますけど、喘息になってしまいました。ステーキは食べられません。おかゆなら食べられました。でもおかゆ食べたんじゃね、清美ちゃん1日20センチ伸びないんですよ。卵1日200万個産めないんですよ。だから清美ちゃんは私が喘息になると困るわけです。だから喘息にならない物質を出した。がんになって食欲不振になっても困るからがんにならない物質を出した。これが自然治癒です。サナダムシのキヨミちゃんは人のお腹の中でしか子供を産めません。だから人を大事にする。サナダムシみんないい虫かというとそうじゃないんですよ。北海道で流行っているエキノコックスというサナダムシ、これは人にとって非常に怖い。なぜかというとエキノコックスはキタキツネのサナダムシ、キタキツネは守るけど人に来ると怖い。だから人にいい寄生虫も悪い寄生虫もあるし、いいバイ菌も悪いバイ菌もある。ところが日本の今のきれい社会というのは守ってる菌をみんなやっつけてる。皮膚常在菌がいるから皮膚が美しくしっとりとした皮膚になってるのに石鹸でゴシゴシ洗う。そうすると皮膚常在菌が取れて角質がバラバラになってアレルゲンが入ってくる、水分が抜けるからカサカサなの。女性の膣がきれいなのはデーデルライン乳酸菌っていうバイ菌さんが膣にいるからです。これを膣のグリコーゲンを食べて乳酸を作って強力に膣を酸性にしてる。でもきれいにした方がいい、見てて洗ってると守ってるデーデルライン乳酸菌が流れちゃう。そうすると膣は中性になる、雑菌が増えて自然織物が増える。国立医療センターの荻野先生と共同研究してます。
流産を繰り返している人、早産を繰り返している人、調べたらみんな見てて洗いすぎ、守ってる菌を追い出してる。腸内細菌はですね、皆さん方のお腹の中に200兆個います。重さで2キロです。ですから皆さん方の本当の体重は体重引く2です。2キロの腸内細菌何してるかというと、ビタミンを作ってます。ホルモンも合成してる。酵素も合成してる。幸せ物質のドーパミン、セロトニンを作ってる。免疫の 70% です。腸内細菌が人の心も体も守ってるのに追い出してるわけですよ。戦前の3分の1まで減ってます。ですから腸内細菌を増やすということはまず大事。それには活性酸素を消してストレスを取り直す、お腹を温めるということなんですね。なぜかという話をこれからしようと思います。まず腸内細菌を増やすこと、簡単です。餌である野菜豆にくくり、手作りですよ、手作りですよ。発酵食品、これはね、腸内細菌が入ってるんですよ、この中にね。ヨーグルトとか漬物の中にはビフィズス菌で、乳酸菌、いい菌もいますけど、納豆にはいい菌いません。でもこれも腸内細菌です。そして添加物に含まれている食品をやめる。これで腸内細菌を増やすことができるんですね。がんを抑える食品挙げてますよ。1位ガーリック、2番キャベツ、3番大豆。がんを抑える食品はみんな植物性のものです。動物性のものはありません。なぜ植物性かというと、これ腸内細菌に餌になりまして、 TH1 を大きくして出てくるがん細胞をやっつけるんですけど、なぜガーリックが1番で2番がキャベツかというと、活性酸素を抑える力がガーリック1番2番キャベツなんです。キャベツなんかすごくこれは免疫を高める野菜ですし、活性酸素を抑える野菜でもあるんですね。私はエベレストに登られた三浦雄一郎さんとか日野原先生とか、お年寄りで元気な人と付き合ってます。もう一人元気な人が広島大の原田学長さん、長いこと広島大の学長をしたんですね。原田先生はね、学問的にはそう大したことじゃないと思うんですけども、有名なのはね、世界一長寿のオペラ歌手です。76歳ですけど、リゴレットってあのね、オペラね、3時間のものをね、わーっと歌うんですよ。すごいですよ。で、原田先生がね、3年ぐらい前体重が増えてきて声が出なくなった。私に相談ありましたよ。藤田君どうしたらいいだろうか。私は食前キャベツです。食事の前にキャベツを千切りにして、お味噌とかお酢をつけて食べてください。言ったらね、1年間で10キロ体重減って声がきれいに出てきた。これはこういった活性酸素を抑えるものなんですね。で、アメリカではですね、ファイバー全員飲んでやりました。大統領がね、1990年ぐらい言ったんですね。見てください。アメリカは毎年野菜消費量増えてますよ。1999年に日本と逆転しました。アメリカは世界に先駆けて全がんの発生がデビューして、がんの研究は大事だけど、1日5種類の色のついた野菜果物を取りましょう。がんの発生を減ってきたんです。野菜は腸内細菌の餌だ。それから野菜の中の色のついた野菜というのは活性酸素を消すだけですね。日本は見てください。1人当たりの野菜消費量が毎年ね減って、最近ちょっと増えてきました。これは私の講演を聞いた人が増えたからです。ありがとうございます。今日は嬉しいですね。本当に品の悪い話でも手を叩いていただいて、さっきから言ってますけどね、活性酸素が一番悪さしてるんですよ。 IC カードの一年添加物の入った施設、活性酸素は細胞を老化させます。寿命を短くします。細胞をがん化します。活性酸素の原因の病気は200種類ぐらいあって、脳梗塞、心筋梗塞、糖尿病、アルツハイマー、認知症、みんな活性酸素。だから活性酸素を消すにはどうしたらいいか。活性酸素を消す植物、さっき言った色のついた野菜ですね。そして酵母とかカビ、これ発酵食品ですね。腸内細菌を増やす。腸内細菌を増やすと、腸内細菌は
お腹の中で膵臓を発生しますから活性酸素を消すわけですね。で、植物だけが活性酸素を消すものを持ってるんですね。で、あとはストレスを取り除く、もう嫌な人とは食事しないということが非常に大事なんですね。今日は時間が短いからね、あんまり詳しいことはできないんですけどね、お酒飲める人、酵素を2つともお父さんから1つ、お母さんから1つ飲める酵素をもらった人はね、休肝日作っちゃダメですよ。毎日の飲んだ方がいいですよ。でもね、条件が2つあるんです。好きな人と飲まないといけません。それから1日2合までです。昔から酒と女は2合までって言われてますけども怒ってますけども、見てください、これ飲める人が飲まないで我慢してるとこんだけがん細胞が出てます。2合飲んだらこんなに減ってるんです。だから嫌な人とは食事しない、酒を飲まないで好きな人とはお酒1日2合まで、これで非常に元気になってくるわけです。でもう一つ大事なのは、私たちの体は2つのエンジンで動いているということです。回答エンジンとミトコンドリア。回答エンジンというのは古い古いエンジンでして、地球上に酸素がないときにバイキンさんたちが使ってた古いエンジンです。残ってる、人で残ってるのは子作りです。子作りは回答エンジンです。で、回答エンジンはね、糖を原料にしてエンジンを動かしてるんですけど、温度が低いところでしか回らないです。だから男の赤ちゃんが生まれたら、小児科の先生方は男の赤ちゃんのおちんちんの袋を触るわけです。玉がないと玉げたちって笑ってくれませんね。今日笑ってくれると思って考えてたネタですけども、玉がないとどこにあるかというとお腹の中にあるんですよ。睾丸がお腹の中あったらね、精子作れないんですよ。37度だから。だから外に出すんですよ、冷やすために。でも単に外に出しただけでは冷えないんです。ラジエーターみたいな袋に、ね、男の赤ちゃんのおちんちんの袋が変な格好してるのはね、意味があるわけです。回答エンジンというのは子作りです。だから子作りができなくなったらね、これあんまりパーッと回してはいけないんですね。だから50過ぎたらね、だんだん生成した白米とかね、生成した小麦粉を少しずつ減らさなくちゃいけない。ミトコンドリアエンジンというのはね、新しいエンジンで酸素を材料にしてエンジンを動かす、これ長生きのエンジン。これ37度で以上で活発化する。ミトコンドリアが体の中で一番多いのは腸です。腸を大事にするにはお腹を温めなくちゃいけないということなんですね。免疫力の70% は腸が作ってる、 30% は心が作ってる。だからまず腸を大事にするには温めなくちゃいけないということです。で、腸は体の中で最もミトコンドリアが多い分、だからお腹を温める、腸の運動を活発化する、丹田呼吸する、 おへそのあたりでゆっくり呼吸を回す。これミトコンドリアエンジンが動くんですよ。ハーハーハーしてるとね、回答エンジンです。ですから私はマラソンの選手でしたけども、もう今はフルマラソンしません。活性酸素がいっぱい出ますから。そして回答エンジンが動き出してますから。私はもう子供を産めない年になりましたから、長生きのエンジンを動かす。それには呼吸をゆっくり、おへその意識してゆっくり呼吸をする、体を温める、丹田叩きをやる、それが大事だということですね。私ね、出張がありますとね、みんな道民に泊まります。今日も京都の駅前の道民に泊まってますよ。お金が安いっていうほかにね、24時間ねお風呂が入れるんですよ。ですから24時間入ってるとミトコンドリアエンジンを置いて長生きのエンジンですよ。がん細胞はこれは古い古い細胞ですから回答エンジンです。だからがんになりたくなったら体を冷やさない、ゆっくり呼吸する、
なるべく自然の中で丹田叩きとか丹田呼吸をするということなんですね。で、皆さん方がやっておられるへそヒーリング、これちょっと勉強させてもらいました。そしたらですね、すごい結果ですね。へそっていうのはここですね、これは腸、小腸を中心にして刺激が伝わる。しかもこうやってやりますとね、熱が出てるんですね。こうやってこれはお借りしたデータですけども、へそヒーリングやるとこんだけ熱が出て、熱が出てるということはお腹が温まる、温まるということはこれはミトコンドリアに言う、ミトコンドリアには腸が体の中で腸が一番持ってる。腸を良くすると心も体も元気になる。お分かりいただいたと思うんですね。腸と腸内細菌の働きをまとめますと、 O157 飲み込んでも腸内細菌がいると病原菌を追い出します。食物繊維、大事な栄養素ですけども、消化できるのは腸内細菌です。ビタミン B とか K は腸内細菌がいないと作れません。だから腸内細菌がいないと B2 が減ってヘルペスができやすくなる、肌が弱くなる。 B1 が減って腰痛が起こってくる。それからホルモンとか酵素を合成する、幸せ物質のドーパミン、セロトニンを合成する。幸せ物質のドーパミン、セロトニンは脳が作っていると思われたんですけど、これは腸が作っているというわけです。免疫の 70% を腸が作りますから、腸と腸内細菌を大事にすると体も心も元気になるということなんですね。生物は最初腸だけの生き物です。脳ができたのは最初の5億年です。ですから私は脳より腸が賢いという本を書いたんですね。脳を知っても死にませんね。腸が死ぬと全部死んじゃうわけです。だから私は脳はバカ、腸は賢いという本を書いたんです。でもこの本を書いてひどい目に遭いました。書いた途端に自宅のベッドで頭を打ちました。で、大したことないからほっといた。インドネシアに2回、フィリピンに2回行ってましたよ。そしたら4ヶ月後にね、足がこうフラフラってなってきた。5ヶ月後にね、目が見えなくなってきた。あ、これは脳がやられたと思って私の大学の脳外科に行きました。脳外科の教授、私の教え子で、あんまり出来が良くなかったんですけども、私脳だろうと思って行ったんですね。悪いけどちょっと俺の脳見てくれないかと言ったらですね、CT 取りましょう。藤田先生大変ですよ、先生の右半分の脳は血だらけになって、先生の脳はこんなに小さくなってます。このままですと藤田先生はあと1週間で死にますよと。私まだ死にたくないですからね。じゃあどうしたら死なないで済むのって言ったら、頭に穴開けて血を抜けばいいです。あ、だったらすぐ今やってよって言ったら、ダメだとおっしゃるんですよ。今日飲み会があるんです。あんた一応あんたの恩師があと1週間で死んだのに飲み会ないだろうって、頭穴開けて血を抜いてよって言ったら、ベッドがないって言うんですよ。ベッドなくてもいいからもう廊下で寝かしてくれって言ったら、それでもダメ。藤田先生は脳はバカ、腸は賢いって本を書いたじゃないですか。私は一応脳の専門家でありました。ごめんなさいと言いなさいと。出来の悪いね弟子なんですけどね、頭に穴開けてほしいから私土下座しました。確かに私は脳はバカ、腸は賢いって本を書きましたけど、これは私の本意ではございません。どうぞ私の頭に穴開けて血を抜いてください。抜いてもらったらですね、3日でしぼんだ脳が膨らんできましたよ。4日で足がピーと、5日で目が見えてきたんですよ。1週間後にね、講演会が決まってたんです。今日の講演会よりの講演費よりずっと安いところでしたけども、私貧乏しておりましたからね、黙ってねベッドを出ましてね、包帯隠しながら出て、で講演して黙って戻ってきたんですけど、何の話かというと、脳はバカだけど大事にした方がいいっていう話なんです。
脳を働かせるためには腸を働かせる、腸を働かせるためには腸を温めなくちゃいけない、特にそのあたり実際やってみるとすごいですね。あのヘソヒーリングでやるとストレスが非常に落ちてるというデータがあります。これは私のデータではありません、この間の韓国の教授にいただいたデータですけれども。ですから、あの腸とですね、脳とは非常に関係しておりまして、腸内細菌、食物繊維の摂取量が減るとあの腸内細菌減りますよね。減ると免疫落ちて、喘息とかアトピーが1963年から出てきて、うつ病が2000年からこう出てきたんです。うつというのは全然関係ないように思ってたんですけど、実は腸と関係しているということなんですね。ドーパミン、セロトニンを発見したのは私はミミズの研究者です。ミミズ、目も穴もない腸だけですよ。でもこれ食べていいかはミミズ判断してます。だからミミズの腸内はですね、あの神経細胞があります。それから悪いバイ菌が来たら追い出さなくちゃいけないから免疫細胞、消化吸収の細胞、それだけで生き物は生きられるんですよ。それを大事にするということが、あの脳を大事にすることになるわけですね。で、セロトニンが脳に減りますとうつ病になります。セロトニンの元はトリプトファンというアミノ酸ですけれども、アミノ酸がお魚とかお肉を食べてもですね、セロトニンにならない、葉酸とかナイアシンであのないとダメなんですね。これは腸内細菌しか持ってないあのものなんですね。免疫の 70% が腸内細菌を作ってますけど、 30% はこの心の問題です。自然に親しく笑って楽しく生活する、運動する、規則正しい生活する、ポジティブに生活する、免疫の 70% は腸ですけど、あとは 30% は心の問題。心の問題でもですね、誰でもやれることなんです。特に笑うっていうのは大事なんで、今日はダジャレをいろいろ考えてきたんですけど、笑ってもらえませんでしたけども、笑うと全部免疫あの上昇してます。一日一回大声で笑いましょう言ってるわけです。私の大学は東京医科歯科で、医学部と歯学部がある。私はあの高等科になってる人が多いです。ですから高等科になってる人を集めて藤井太郎ダジャレを聞く会っていうのを月1回やってました。で、私がダジャレ言うと藤田先生のダジャレ面白いやって言ってる人は喉頭がんの再配置率ゼロでした。信用しない顔してますね。藤田のダジャレなんか面白くねえやって言ってる人は再配置率 50% です。ちゃんとデータ持ってきました。見てください。抗経部がんで NK 活性の弱いグループは 50% ぐらい、強いグループは再発してない。 NK 活性なんか簡単です。笑えばいいんです。で、面白くなくても無理して笑う顔をすると NK 活性が出るんですけどね。で、まあ難しいんですね。笑うというのは3時間も笑うと免疫落ちるというデータが出てますけど、難しいんですけども、ストレスとまずポジティブに切る、そして心の持ち方が免疫ある。藤田 の講演なんか面白くなかったと思ってる人、免疫落ちてますよ。藤田の講演面白かったと思う人、免疫上がってる。同じことでもですね、いい方にとれば免疫上がるんです。ですからイメージトレーニングってやってます。イメージトレーニングっていうのはいいことをイメージする、そうすると免疫上がるんですね。これスポーツの世界でやってますね。100メーターの世界記録保持者、名前忘れましたけど、彼なんかいつも練習中にあのオリンピックの表彰台に乗った、そういうあのイメージでやるというと、ね、あの上がってくるということですね。がんのイメージ療法もあります。で、あと5分あり、4分あります。125歳まで元気で生きるという話を5分でやろうと思います。で、皆さん方はがん家系だから早く死ぬとか、脳梗塞の家系だから早く死ぬとか、糖尿病の家系だから早く死ぬと思われて思っておられるかも分かりませんけど、全くそれは根拠ありません。
がん家系であろうが糖尿病の家系であろうが腸を良くすると長生きできるんです。見てください。これ私は遺伝子も腸の言いなりという素晴らしい本を書いたんです。全然売れません。みんな遺伝子で決まると思ってますから。遺伝子で決まるのはたった 5%。 あと腸が良ければ遺伝子変わっちゃうんですよ。これエピジェネティクスって言いますね。でもね、日本でもアメリカでもね、遺伝子がみんな悪さすると思ってますから。有名なアメリカの女優さん、アンジェリーナなんとかさんね、乳がんの遺伝子持ってたでしょ。遺伝子持ってるだけであの立派なおっぱいを切っちゃったんですよ。もったいないですよ。私が触った後にして欲しかったんですけど乳がんの遺伝子を持ってても発病するのは 5%。 腸が良ければみんな変わっちゃうんです。見てください。これ赤い方は100歳以上元気な人の病気の遺伝子です。がんの遺伝子、糖尿病の起こす遺伝子。青い方は50歳で死んだ人の病気の遺伝子。同じでしょう。がん遺伝子を持ってようが糖尿病の遺伝子を持ってようが50歳で死ぬ人と100歳以上元気な人は同じなんです。元気な百日者は遺伝ではなく生活習慣による。百日者のリスク遺伝子の数は一般人と同じ。だから病気の遺伝子を持ってるから早く死ぬとかそういうもんじゃないんです。腸を良くすればいいんです。三浦雄一郎さんは80歳で世界で初めてエベレストに登られました。三浦さんの調べたらいい遺伝子何も持ってません。メタボのおっちゃんですよ。ですからエベレストに登られる2ヶ月前に心臓発作を起こして私の後輩が手術したんですけども、いい遺伝子持ってないのにね、世界で誰もやれなかったことをやったのはね、腸がすごくいいんですよ。三浦さんの腸の良さって驚きですよ。あの高い山に登るのにね、毎日立派なうんちが出たんですから、これ大したもんですよ。私はね、品川先生にね、今日の講演へ言い渡されてから今日までずっと便秘ですけども、面白くなかったみたいですね。すごくいいんですよ。でもね、高度の高いところでうんちすると匂いが充満して周りの人たちが窒息死するらしいんですよ。だから三浦さんはテントにお尻が出るぐらいの穴を開けてそこでうんちしたらしいんですけど、その時に注意しないといけないらしいです。肛門に少しでも水分がついているとたちまち凍って冷血動物になると。素晴らしい、素晴らしいダジャレだと思ったんですけどダメでした。皆さん方の細胞の末端にはテロメアってあるんです。これは皆さん方がこの世に生まれたら必ず死んでもらう仕掛けです。いつまでも生きてもらったら困るんです。それがテロメアです。生まれた時に1万塩基あります。それが5000になると死んでしまいます。ですから私も品川先生も皆さん方も必ず寿命が来ます。でも125歳まで元気、それは病気をしなければ年平均50延期が短縮します。ということは5000割る50だから100。病気をしなければ病気の遺伝子と関係なくみんな100歳まで元気で生きられます。ところが病気するとテロメアっていうのは回数券だから使われちゃいますから、寿命が90歳、80歳になりますけど、病気をしなければ誰でも100歳まで生きられます。ところが125歳まで元気。それは年平均50延期は短縮するのを40にすればいい。どうすればいいか。免疫を高めるものを食べたらテロメアは短くならないです。活性酸素を浴びたらテロメアは短くなる。だから活性酸素を抑える色のついた野菜、果物を取って、そして玄米とか食物繊維の多いものを取って免疫を高める。そうすると125歳まで元気で生きられるわけです。日野原先生は105歳でお亡くなりになりましたけど、ちょっと前までお元気でした。でこの間お話していると東京都のオリンピック委員会から電話がありました。3年後の東京オリンピックの開催日に日野原先生は出席されますかという電話でした。日野原先生こんな熱い手帳を持っておられて20年後先の公演の予定まで決まってる。パラパラと見て、あ、この日空いてるから出席って書いてある。105歳ですけどね、あと5年ぐらい生きられると思っておられたんですね。
日野原先生は若い時に結核で何度も病気になりました。でも日野原先生のテロメアは使われているはずです。でも残りのテロメアを上手に使うことによって110歳まで生きられると思ったわけですね。ですから皆さん方は今日からテロメアを短くしないようなそういう生活を送っていただきたいと思います。今大変なことになりました。日本は一番長生きする民族になりました。長生きですよ。これは検疫受けながら介護を受けながら生きている人が日本多いんですよ。日野原先生は急に食欲が出なくなって点滴しましょうかとお断りになりました。気道の力が弱くなって補助呼吸器をつけましょうかとお断りになって、俺は自然に生きるからつってあっという間に亡くなられたわけですけれども、我々は長生きする医療をやってます。そうじゃなくていつまでも元気で働いてもらわなくちゃいけないということで、皆さん方のやっておられるグローバルヘルスのいろんなセミナー非常に大事だと思います。今日は貴重な時間をいただきました。1時間にわたって最後までご清聴いただきました。心から感謝です。ありがとうございました。